で、ファッションデザイン科の一番の特徴、トピックスですね。こちらが産学連携のプロジェクトというのが、ファッションデザイン科の大きな魅力でですね、まずこちらにある、この例えばこういった衣装なんかは夏のファッションショーですね、プロのモデルさんをお呼びして実際に皆さんがこう作り上げた作品をファッションショー形式で発表をしていただいております。でこれね、すごく細かいと思うんですけど、一つ一つ学生が丁寧に作品として仕上げたものですので、皆さんもファッションデザイン科に入るとこういうすごい作品が作れるようになります。でこのファッションショーが終わるとですね、今度は例えばこういう MA1 っていうこういうブルゾンだったりですとか、こういうコート類ですね、秋冬向けに入りますかね秋冬向けに、皆さんにブランドを立ち上げていただいて、プロのデザイナーさんをお呼びしてですね、皆さんにブランドを立ち上げていただきます。で皆さんがデザインしてパターンを引いたものを実際に新潟県の縫製工場さんにお仕事としてお願いをしまして、でこういった作品をこう上げていただくんですね。でこの作業を職出しと専門用語で言いまして、実際にプロのデザイナーさんが会社で行っていることと全く同じことを授業の中で行います。これによってやはり皆さんもすごく成長しますし、何よりもプロの方がやられていることを学校に在学中のうちから経験できるっていうのはものすごく就職活動の時に有利に働きますので、ぜひねこういうことも楽しみにしていただければなと思いますので、ぜひファッションデザイン科のまた学校説明会に来てください。